有松絞り隊ですね。名古屋市の有松町から来ている有松絞り隊の演舞です。でパレードやってます。今映ってるのは有松絞り隊、愛知県名古屋市緑川有松町のチームですね。マレイ、ありがとうございました。さあ、次ラスト1本用意して。あ、門前じゃなかったですね。慶応一夜ですね。
京一学園青留天女の混合のチーム2回目の演舞に連続して踊ってますね。混合チームですから、さすがに50名ぐらいいますね、人数が。まだですね、メイン会場の方は休憩に入ってて、まだそちらの方は始まってないですね。こちら流し踊りの会場が休憩明けで始まってます。次のチームが演舞を開始してますんで、ちょっとそちらの方に移動したいと思います。今踊ってたのは京門一夜分野乙女天女の混合チーム。チームはですね、昨日も踊ってたんですけど、すごいかっこいい踊りをするチームなんですけど、ウーハーすごいんで、音割れ確実にしちゃうと思います。すいません。これ高知から来てるチームですね。高知のチーム名が楽天ですね。すごいかっこいい踊りをするチームですね。Thank you.
その手を移せ。あるちの濁点濁点にご点点と書いて雫と読むチームだと思う。形が良くなれ。すごい静と動の動きがはっきりはっきりしてるチームですね。天天戦悲しいほどに皆をたたえ、やがては交じれる。終了いたしました。これタイムラインってコメントが弾かれてるんですかね、なんか入力されてるようなあれはあるんですけど、全然ちょっと動いてないのでひょっとしたら弾かれちゃってるかと思いますね。あ、今ね、今ドコドコドコって入ってきました。ミムカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちはっていうところからですね、今やっとねダイブラインがドコドコドコと入ってきましたね。で、今日も丸亀城武将である京極家一族バサラ京極だね、無とパフォーマンス見れなかったね、ちょうどそっちが始まったらこっちもやってくるから、うん、ミムカさんのがねポチッと始まったのはね分かったんだけど、こっちもね配信してたんですいませんね。あとでちゃんと見ておきまーす。iPhone バッテリーが本体で 2% まで 2% ギリギリまでやられたんですね。写真248枚、大変ですね。僕ね、もう写真はね全く撮ってないですね今回はね。
本場の良さ、こんなチームだからね、コーチのって、あ、そうなんですかね、で、お隣の息を越してます、音になっちゃうよバリバリうん、そう思いました、すいませんど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 んいいですな、ハクリカ、ゴーストさん、先ほどはどうも、ありがとうございます、お疲れ様ですと、ミンパさんに言われてますね、で、ゴーストさんにありがとうございます、ゴーストさん、パチ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 というところで追いついたんですかね、この今の、雫の後に芝天体がやってますが、まだね、まだね、メイン会場は休憩明けからまだ始まって再開がしてない状態ですね。うん、あの弾かれてないのが分かって、こっちのね、こっちに僕の端末の方の処理でが、あの更新されてなくって、今ね、さっきいきなりトコトコトコって入ってみました。と芝天体の方に行きたいと思います。今前のチームの今日一夜の演舞がやっと終わって、今雫の演舞がまだやってるんで、待ってるパターンですね。今こっちも混合チーム、芝天体、いろんなチームが混ざって、開始待ちの、ね、開始待ちの状態で待ってますね。ああ、ミウカさん、私の獅子舞も音割れしてたしね、スピーカーなしで、ああ、太鼓の数が多すぎ、最後に、21獅子の乱舞があったって、あれもね、あのね、多分こっちの、こっちほどじゃないと思いますよ、でも、ちょっと音割れしてましたけどね、今は練習してます。練習しています。まだ雫の演舞が終了なってないので、それ待ちで演舞の練習をしてますね。あのね、だいぶ寒くなってきました。本当に。ゴーストさんがミユカさんのレクダのアップデートってまだですかね、5月らしいんですが、早く動画配信したいですって言ってますよ。で、ミユカさん、スピーカー使ってないからね、こっちは直の大根のみだからね、音張りこれね、直打者がすぐここにあって、見えるかな、ウーハースピーカーが中に6台ぐらい入ってますね。なのでこんなとこに行くといきなりガーンってくるんで、ちょっと離れます。あ、ミムカさん、さっき僕終わってそちらの方に覗いたら、そちらの方も終わってたんですけど、マヤさんが始めてないね、始めてないねって言われてましたよね。ちょうど配信してたんですけどね。さんがゴーストさんにレクダ 2.2 でも配信できないそうです。 2.3 待ちなんですね。で、待ちですかってゴーストさんがやってますね。ちょっと悲しいですね、そういうのは。僕のも含めてね。あ、
雫の演舞が今終了しているので、そろそろこちらの方も始まるんじゃないかなと思います。あのですよね、まやさんね、そうそう、ミムカさんのところで言って初めてないですねって言ってたコンビを見て、あの新赤の方ですよって言って、その前に僕がまだ家にいた時に新赤の方でもフォロー申請しておいてこちらでやりますって言ってたんですけどね、多分分かられてないのかなと思ってちょっと不安になってました。あのですね、今日はですね、ちょっと夜の会場もフルでやってみようかと思います。ただし、あのテスト的にという意味でですね、もう画面がね、あのライト強すぎて真っ白にテカっちゃうと思うんですけども、ちょっとそれの具合を見て夜のファイナルのメインステージをやるのかどうかっていうのはちょっと考えますね。これの混合チーム、芝天隊と岩部、岩道商店街のチーム、岩部というチーム と、もう一つが八乙女天女、あの、赤い衣装を着ているのが八乙女天女というチームですね。でこれ多分その後ろにどん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 こうやって追加していくんじゃないだろうかなと思ってます。でミムカさんがゴッさんにマジの話、 au のレグザが 2.2 になったけど配信できないそうです。5月にどこまで 2.2 配信できるのかは不明なんですね。基本同じなのでね、残念ですね本当に。今は多分総踊り曲をやると思いますね。総踊り曲、お客かなんかをやると思うんで、こう混合チームで、列の後ろにどん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 チームの人がこう加わっていくっていうような段階で、今それの準備をしている段階ですね。もうそろそろ始まると思います。ここは、よさこ夢祭り本祭2日目の名古屋港の流し踊りの会場ですねに来ております。みゆかさん、私もドコモのレグザですか、もう電源切ってますね。 iPhone と PK マッシュで電話帳代わりに使いましょうよ、だから電話帳代わりに。でゴーストさん、みゆかさん、かすかな光を希望にしますと。頑張りましょう、頑張りましょう、マジか。自家他社がどんどん動き始めてきてアナウンス始まりました。総踊りだと思います、始まると思います。まだです、まだですまだだそうです。だいぶ後ろに、だいぶ後ろまでつながってますね。みんなさん踊ると思います。あ、みむかさんにちょっとお伺いしたいんですけど、総踊りってそちらの高知の方であります？
僕の情報では名古屋の日本ど真ん中祭りが総踊りっていう、もうチーム全、参加チーム全員で踊るっていう、その祭り自体のテーマ曲を作って踊るっていうパターンで、それが始まりで、それがだんだん広がってったっていうような感じがするというふうに聞いてるんですけど、そちらの方のお祭りでもあるんですかね、そういうこと。あ、三浦さん、私は夜行かない、もう疲れた、バッテリー 33% 済み、2枠取れるな、頑張りましょう。もう行かれないんですか。僕多分もう9時までここにずっといてやると思いますよ。あのね、来るとき大変だったんですね。渋滞に巻き込まれちゃって全然会場に着かなくってですね。あ、もう一度っていうのは、総踊りっていう、こういう参加してるチームが全員一緒になって、そのお祭りのテーマ曲みたいなのがあって、その曲に合わせて全員で一緒に踊るということですね。で、こちらの方では、祭りのチーム参加者じゃなくて、見に来たお客さん、一般で見に来たお客さんも含めてみんなで踊るっていうやつがあるんですね。それがそちらの方のお祭りとかでもあるんですかね。こうやってね、こうやって参加しているチームがざーっと全部混合で含めてみんなで同じ曲を踊るんですね。多分この枠の中では始まらないですね。ちょっとまたすぐ次枠つなぎますけど、ああ、丸亀は36回目の祭りが夏にありますね。あ、夏なんですね。で、バサラの祭りは元はよさこい祭りなんて、ま、やっぱりよさこいなんですね。まだまだね、このよさこい夢祭りは総踊り、有名ではないので、まだ5回目のお祭りで、古くはないので、お祭りの当日になってやっぱりこうやって総踊りの練習をやるんですね、みんなね。あ、今日の城祭りは26回目の京極武将隊のバサラ演舞ですね。で、武将隊こっちが実